めっちゃ寝起きなんですけど、今日はいつも通り一日の様子をゆるく撮影していきたいと思います。家を出るまでの時間があと20分しかないので、マジで急いでいきたいと思います。昨日コスメじゃないわ、なんかいろいろ買ったんですけど、買い物行って、その中でキャンメイクのね、なんかマスカラ下地買って、それだけ今日使ってみたいので使いたいと思います。顔洗います。ただ私は準備が早いので、いけるはず。痛むが寝起きで何もしないまま仕事の連絡返したりとかしてたら、やばい、もう家を出る時間だって感じです。今日はちょっと新しくスキンケアを新調したいんだけど、どこのものにするかね、すごく迷ってます。美容液、自分に肌に合った美容液をね選ぶみたいなブランドだった気がする。クリームはピサ。動画撮ってる暇ないぐらい本当は時間がないんだけど、そういう時こそ撮る。これアイクリーム。はい、じゃあメイクしてきます。歯磨きしてから。下地はこのアンブリオイス。ちょっと急いでるからね、いつもよりハイペースでやります。エスパーのクッションファンデ、これはね前から使ってるやつなんで皆さんご存知だと思います。急げ急げ。テラ、これもう最近使ってるやつなんで全部。デコルテのもうシンプル。ピューラーをします。この昨日買ったキャンメイクのクイックラッシュカウファっていうマスカラ下地、透明の。これなんかすっぴんの時でも使えそうだなと思って、まつげだけキープするの。リップ取ってこよう。ファンの方にいただいたリップ、セルボーグの。何これ、10番これね、いつもすごっ。めっちゃいいじゃん、このキャンメイクのやつ。いい感じに束感も出てくる。はい、じゃあ着替えます。はい、一瞬で着替えまして、今日はリエルのセットアップ、じゃーん。こんな感じなんですけど、はい、もうバッタバタ家を出て行ってきたいと思います。今の香水はこれ、いい匂いこれ。はい、で今タクシー降りたんですけど、今日はちょっとこの後美容院に行こうと思いまして、あの髪のダメージがちょっと気になったのでトリートメントだけ予約しました。なので今から早速行ってきたいと思います。リボーテさんに今日は来ました。はい、本日ミッチーさんにお願いしました。こんにちは、ショートボブ専門美容師のミッチーです。お願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。ちょっと結構仕事で月に2回とかカラーしたりするんですよね。あんま傷んでないかなと思ったんですけど、絡まりがすごい。絡まりが髪質はすごいいいんですけど、キューティクルがねちょっと薄めで。キューティクルないですか？ないことないですけど、ダメージをしやすいと。
はい、というのがあるので、まあ、今日はそんな髪にぴったりなトリートメントがあるので、はい、お願いします。こちらですか？はい、ヘアキッチンっていうなんか野菜と果物 の、はい、あの力を生かしたヘアケアブランドで、はい、あのナチュラル志向な、かわいいですね、パッケージ。このシャンプー家でも使えるんですか？あ、そうです、あのこれはご自宅用。あ、欲しいです。かわいいですよね、はい。であとお店で、はい、できるトリートメントコースっていうのがあって、はい、その頭皮のケアできる、うんうん、そのヘッドスパ的なものもあるし、うんうん、髪のケアができるシュートトリートメント的なものもあって、うん、それがその結構短時間で、はい、あのしっかりできるので、はい、今日はそれをやっていきましょう、はい。じゃあトリートメントの、はい、内容なんですけれども、はい、この種類がたくさんあるみたいなので、ちょっと説明していただきます。はい、はい、クレンジングですね、はい、から入っていきます。これクレンジング、クレンジング、トリクレンジング、シャンプーとかでは取りきれない、うん、あの汚れとか、そういうものを取って、でそれをした後に、まず髪のシャンプーですね、うん、シャンプーが、まあ、乾燥用とかデリケート用とか、あと油性、うん、頭皮用とかあるんですけど、うん、シャンプーは頭皮の悩みで決める感じですか？はい、トリートメントは髪の毛の理想の質感、うん、シャンプーは乾燥、デリケート選んでいただいて、わかりました、はい、そしたらじゃあデリケートのシャンプーで、はい、行きましょう、はい。っていうのを家でも簡単に7つの質問に答えるだけでできる、はい、シッチェッカーっていうのがあるので、はい、まあ、ぜひこっちでもやってみてください、はい。そしたら実際にレシピチェッカーで調べてみたいと思います。7つの質問に答えるらしいので、こんな感じで果物で見えますか？レモンとかみかんとかオリーブとか果物とか野菜とかが入ったナチュラルな感じ、こんな感じですごくたくさんあるんですけど、今日私が使うものもご紹介したいと思います。どれ使いますか？私今日は使うのはカラーとかを繰り返している、はい、頭皮用のこのクレンジング、うんうん、シャンプーとボリュームを、ね、出したい髪の毛ということで、はい、このボリュームトリートメント、うんうん、じゃあまずこちらで、はい、頭皮のクレンジングから出していきますね、はい、ひんやりって感じ。ひんやり、そう、頭皮硬いって言われますね、よくゲームばっかしてます。なるきさんの頭皮に合っているタイプのポシャットです、はい。メニューするイヤ用の欲しいな。じゃあ集中トリートメントしていきますね。はい、集中トリートメントはこれがすごい時短でできるのが、これを混ぜれるんで、はい、イヤ用のやつにあの集中トリートメントを混ぜてやっていきます。はい、3種類混ぜてやっていきます、はい、お願いします。サラサラなりそうですね。念を込めてマッサージしておきます。触った感じがもうつるんっていう感じよね。うん、ほんとだ。じゃあ動かして、はい、サラッサラです。サラッサラ。艶もすごいね、マジで。いい感じです、うん。すごいなんか髪の毛元気になりました。なんかそのペタッとしないんだけど、うん、髪がこうサラサラで指通りも良くなって、うん、いいものをチョイスできたと思います。はい、ありがとうございます。なんかオーガニック系の、うん、なんかトリートメントとかだとちょっとパサつきやすいイメージあったんですけど、すごいサラサラでびっくりしました。え、すごいですよね。はい、サラサラです。じゃあ後ろからすごいですよ。あ、本当ですか？ちょっと軽くセットしてもらいました。はい、じゃあ最後仕上げにこちらのミスト。はい、これ水が入ってないオイルなんですよ。だから水が入ってないから巻いた髪が慣れない、プラスあの自然なツヤがずっと続く、うん、で紫外線もカットしてくれる、はい、あの仕上げのミストになります。はい、いきます。強くなりましたね。いい感じです。こんな感じでございます。痛み切ってた髪を元気にしてもらいました。いい感じです。ありがとうございます。はい、
皆さん最後まで見ていただきありがとうございます。はい、また動画投稿するので楽しみに待っていてください。ではおやすみなさーい。